マカミヤコ、久しぶりです。今日はアキトライ、今日はいっぱい量を、はい、今日はいっぱい量を光ってます。光ってます。何これ、めっちゃ光ってんだけど。いや全然走りません。ミヤコ光ってます。はい、あの喘息を発症して、そこの病院で詳しい何が原因でこう今喘息が出てるかっていうのを調べてもらった、検査結果をもらってきたんですよ。どう分かんないよね。なんか夜景表皮ダニ とハウスダスト、まあ、あとが2つなんかマークついてて、あとが次ヒノキっていう、まあ、いわゆるハウスダストと花粉ですね。っていうことは私も花粉症デビューということか。いや認めたくなかったんですけど、なってしまいましたね。まあ、そういうのが原因で、ちょっとまた季節の変わり目っていうのが原因らしくて、なんか4年前にその喘息初めて出た時も全く同じ時期だったので、多分この時期が出やすいのかなっていうふうに思いました。まあでもなんか、まあ付き合っていくしかないみたいなので、そのまあ結構走りすぎると悪化しちゃうから、まあ今結構症状が出ちゃってるので、少し今はお休みして、良くなってきたら吸引器とかもらったんで、それを使いながら、はい、やっていくしかないかなっていう。でもなんかこういうアレルギー検査詳しいやつ初めてやって、食べ物もあるんですよ。けど食べ物は一個もアレルギーなくて、やつ絶対さ、なんか小麦とか出ると思ったのに一個も出なくて、なんかそれは安心したし、なんかそういうのも知れてすごい良かったなっていうふうに思いました。結果が分かるといいです。いいえ。